降りそう、ね、今日からずっと雨か。台風が来てるね。今日は寒いからサウナがいい温泉で温まるね。があるところいいな。思考が冴えた。ハマってる。今日の夜ご飯はね、今日の朝視聴者の方にいただいたの。じゃがバタ、ね、そう、これをねお鍋で温めて、野菜と一緒に炒めてみようかな。いただきます。嬉しいね。食べた魚ソーセージ、美味しいよ。これ食べる？うん、北海道工場で作ってますって書いてある。美味しいね。懐かしい味する。できた。ありがとう。美味しそう、味付けはカレー粉とマヨ。食後のデザートも、あらかじめ切っといたら食べやすい。うん、あ、贅沢だ。贅沢だね。でもこのペースで食べないと賞味期限3日だった。カロリーがちょっとね。そう、心配。なんか今日野菜にしてよかったね。そうだね。おすすめしてくれてたとこなんだけど、もうその時にはこの場所離れてたからさ、また戻ってくれたね。ね。うん。砂糖ショコラです。いただきます。めっちゃ濃厚。ここで鮭がね、取れるみたいで、野菜もめっちゃ美味しい。
台風が去った翌日だから、空気が澄んでるね。ね、寒くなってきたね。寒かったね。早速寄り道。芸術の秋できるね。いいね。いいね。澄み切った空が、素敵です。よくよく見てみると動いてるね。動いてるね。うん、面白い。いいですか。そう、これが浮かぶ彫刻だって。どうして？かわいい。私たちはサウナが温泉に行きたいから、行っちゃうか。よし、やったー、楽しみ、ね、整いたい、しく嬉しかった、嬉しくて。すごいね、サービスがすごくいいね。そう、それにやっぱり老流サウナが好きだな。うん、サウナ良かった。良かったサウナ、ここ来るべきだね。うん、登別の水風呂も2つあってね。そう、キンキンに冷えた水と、そう源泉のね、冷やしたやつで、うん、源泉の質がいいからお肌がスベスベになった。そうだね。うん、でお風呂上がりにはデトックスウォーターみたいな。そう全部美味しかった。よかった。あ、ここまた来たいな。うん、来よう。うん、
戦利品出会ってしまったね。たまたまね。そう、これに出会って。今日は寒いし鍋するしかないね。ね、よし。寒い、うん、外は12度あって、うん、作っていこう。うん、お願いします。鮭が3匹に、うん、ホタテもある。すごいね。すごいね。美味しそう。うん、すごいね。大きいね。綺麗。うん、いいのかな。ね、すごい。うわ、ホタテ。うん、ホタテ。うわ、出汁感出るかな。うん、あ、すごい、これ。これすごい。これはすごい。開けてみる？うん。うわー、いい香りする。いい香りする。なんか、土日のさ、うん、あったかいお家の匂いしない？冬の。ああ、確かに。毎週作ってたよね。うん、冬の香りがする。冬の香りする。しかも家の、家みたい。ね、家みたいだね。すごい。春菊入れよっか。そうだね。煮えてる。うん。いいかな。食べる？うん、食べるか。食べよう。はい。おー。春菊。うん。エビ。あ、すごいね。エビが。うん。エビだ。エビだ。あ、肉団子。うん。多分つみれかなと。うん。海鮮だから。あ、つみれか。うん。鮭。ホタテ。ホタテもあったか。すごいね。今思えば。鮭。うん。いいじゃん。完成。はい。いただきます。嬉しい。美味しそう。うん。うん。味がめっちゃ、うん、海鮮だし。海鮮だし美味しいね。うん。うん。うん、めっちゃ美味しい。うん。最初ね、室蘭焼き鳥をね、うん、食べようと思ってたけど。室蘭名物のね。そうそうそう。室蘭焼き鳥はさ、豚肉のタレ味。うん。豚と豚の間に玉ねぎが挟まってて、うんうん。それをからしをつけて食べるんだよね。室蘭風なんだね。うん。すごいね。そうそう。鮭めっちゃ美味しい。うん、うん、本当だ、鮭美味しい。うん、うん、美味しい。エビ剥いてくれてありがとう、うん、大変だったね。うん、わ、うん、うん、うん、美味しいよね。うん、うどんで締めますか。よし。味が薄まっちゃったからさ、うん、味噌でうどんにしよっか。お、料亭の味噌。味美味しい。あ、よかった。じゃあ、うどんできた。うん、いただきます。うん、うん、うん、締めうどんいいね。おー、めっちゃ美味しい。食べたい。茹でたい。茹でたい。え、かわいい栗って。うん。